2019明治安田生命 J3 リーグ第34節 FC 東京 U23 対ガンバ大阪 U23 の一戦、舞台は東京駒沢オリンピック公園総合運動場陸上競技場です。 FC 東京 U23、 ゴールキーパーは畑野、センターバック大森と木村、左サイドバックバングーナガンデカシーフ、右に中村拓海、中盤には品田時は、両アタッカーに宮崎と原、そしてナタウッドと矢島、もしかすると原がセンターフォワード、矢島が一列下がるかもしれません。ガンバ大阪 U23、 ゴールを守るのは田尻です。夏田陸、大野というセンターバック、サイドバックは大串、そして村上、26番の奥野はこの試合はボランチでの起用、柴本とコンビを組みます。注目47番川崎、そして中村二郎が両アタッカー、白井、遠山というフォワードです。さあ原から前線、矢島キープします。矢島のポストプレー、逆サイドフリーの選手がいる、エリア内シュートはわずかに右、シュートを放ったのは宮崎キワラ。この矢島のポストプレーが光りました。中村、品田、宮崎が流し込んだ、 FC 東京 U23 先制。相手の一瞬の隙をついて FC 東京 U23、 19番宮崎キワラ、プレーが止まっていたその後、ガンバ大阪 U23 少し隙があったか。さあスルーパスから原田、原太一、原太一今シーズン18ゴール目、ゴールランキングトップの原太一がこの最終節でもしっかりとゴールを決めてみせました。アシストは品田真奈と、ゴールキーパーをいとも簡単にかわして、そして角度のないところ、1試合を通じてよくボールに絡んできます。32番の柴本蓮、また柴本、さあこの狭い隙、シュートは白井春人、よく止めました、ゴールキーパーの畑野剛。仕掛けていく、中央へ、エリアに入る、スルーパスから遠山、ガンバ大阪 U23 後半の立ち上がり1点を返した遠山昌司。遠山は今シーズン8ゴール目、この後半立ち上がりからのゴールへ向かう意欲、積極姿勢が実を結びました。最終的にラストパスは44番の村上、決めたのは遠山昌司。宮崎キワラ、宮崎、矢島、宮崎キワラ、ここは田尻健が止めた。さあまだチャンスはある、シュートはゴール、決めたのは原太一が今シーズンの19ゴール目、見事なコントロールショットでした原太一。これはもう得点王に向けて大きく前進と言えるでしょう。強いシュートではありませんでした、ゴールキーパーが届かないところへ狙いすましたコントロールショット、ハットトリックなるか原太一。 J3 リーグ得点王にまっしぐらです。
宮崎からヘディングは FC 東京 U23、 決めたのは31番ナタウット。今シーズンいっぱいで FC 東京を去るナタウット、最後の試合で見事に決めてみせました。いやー、素晴らしいヘディングでのゴール、ナタウット。ボールは品田真奈と中村へ、中村だ、素晴らしい突破、中村、原太一、そしてまたもナタウット。 FC 東京 U23 最終戦5ゴール目、ナタウット。味方のお膳立てもあって最終戦2得点。いやー、中村見事なドリブル突破、そして中村のクロスに原の落とし、目の前に来たボール、まるでムエタイのような右足を高く上げるこのボレーシュート、森下監督もそのように語っていました。さあ最後ガンバ大阪 U23 攻めるが、ここでタイムアップのホイッスル。 FC 東京 U23 のライバルチームを最終節5対1というゴールラッシュで下しました。そして FC 東京 U23 エース24番原太一はこの試合2得点、通算ゴール数を19に伸ばして他会場の結果を待ちます。